アボ。アボ、アバ、は、アグネッタ・フォルツコグ、ビョルン・ウルバース、ベニー・アンダーソン、アンニー・コール・フリット・リングスタッドによって、ストックホルムで結成された、スウェーデンのボ、グループである。彼らは1974年から1982年まで、世界中の音楽チャートで首位を獲得し、ポピュラー音楽界で、商業的に成功したグループの一つになった。アボは、 イギリスので行われたユーロビジョンソングコンテスト1974に出場しスウェーデン代表として初めて優勝した。アボの売り上げの記録は不確実であり様々な見積もりでは1億4000万枚以上から数億枚以上とされる。これは彼らが最も売れた音楽アーティストの一つであることを意味する。アボはイギリス、アイルランド、カナダ、オーストラリア、 ニュージーランド、アメリカ合衆国、イギリス、カナダ、オーストラリアを含む英語圏の国々で成功を収めたグループである。彼らはイギリスでアルバム8作連続1位を獲得している。グループはラテンアメリカ市場でも成功を収め、ヒット曲のスペイン語で収録した。バンドの活発な活動期にアグネッタとビョルン、アンネ・フリーダとベニーは結婚した。 彼らの人気が上昇しすぎたことから婚姻関係は微妙なものとなり、結局、1979年にアグネッタとビオルン、1981年にアンネ・フリーダとベニーはそれぞれ離婚した。これらの関係の変化はグループの音楽に反映され、彼らの通常の純粋なポップサウンドとは対照的に内省的な歌詞になっていった。1982年12月に、 グループが解散した後、アンダーソンとウルバ、スは舞台音楽の作曲で成功し、リングスタッドとフォルツコグは独自の音楽活動を続けた。アボの音楽は1989年にポリグラムにより給付発売の権利が買収され、1992年9月に発売されたグレイテストヒッツは世界的成功を収めた。1994年の ミュリエルの結婚、プリシラなどのいくつかの映画はグループへの関心を高めいくつかのトリビュートバンドを生み出した。1999年、アボの音楽は成功したミュージカルマンマミーアに起用され世界的なヒットとなった。2008年に公開された同盟の映画はその年のイギリスで商業的に成功した映画とな。アボは 2005年にユーロビジョンソングコンテストの創立50周年を迎えると、その大ヒット曲、恋のウォータールがコンテストの歴史の中で最高の歌に選ばれた。グループは2010年にロックの殿堂入りを果たした。2015年に彼らの歌、ダンシングクイーンがレコーディングアカデミーのに選出された。グループ名の由来はメンバー4人の頭文字を取ったもの。元々は BJRN&、ベニー、オグニータアンニ・フリードという長い名前だったが、ある日マネージャーのスティーグ・アンダーソンが、何かの書類に、彼らの名前を記入する際に、適当にイニシャルを並べて、アボと書いたことから、それが、グループ名になった。ビョルンとベニーが曲を作り、アグネッタとフリーダ、アンニイコールフリットリングスタッドの通称が歌う、一部、ビョルンやベニーが歌っているものもある。 1972年に、ヨルンベニー名義で、小枯らしの少女が日本でヒットした。その後、ユーロビジョンソングコンテスト1974での優勝をきっかけに、恋のウォータールが大ヒットし、ヨーロッパ中で知名度が高くなった。74年には、落葉のメロディ、ハスタ・マナーニャもヒットした。さらにアボは、75年に、悲しきフェルナンド、 sos をヒットさせた。sos はイギリスを含むヨーロッパでヒットした。また、オーストラリアは、早くからアボの人気に火がついた地域で、ダンシングクイーンがヒットするまで、世界で一番熱心なアボマニアは、オーストラリアと言われていた。75年には、アルバム、アボを発表した。1976年から1977年にかけて、 ダンシングクイーンがアメリカを含め世界的にヒットした。彼らは76年から81年の間に、ママミア、ダンシングクイーン、ザッツミー、ノーングミー、ノーイングユー、テイクアチャンス、きらめきの序曲、チキチータ、ギミーギミーギミ,ミー、マネー,マネーマネーマネー、ブーレブー、スーパートゥルー、ザ・ウィナーなど、世界的なヒット曲を連発した。ダンシングクイーンや、ブーレブー、 ギミーギミーギミーなどの曲はディスコでも盛んに流された。グループが活躍していた当時、アグネッタとビョルン、ベニーとフリーダは夫婦でファミリーチームとしての親しみやすさや安心感から健全なアーティストのイメージが定着し、彼らの世界進出に一役買った。アグネッタとビョルン、ベニーとフリーダは後に離婚、それぞれ1979年と1981年。 グループは1982年、新曲として6曲を録音。年末に最後のテレビ出演を果たす。そして1983年、活動を停止し、事実上解散に陥った。フリーダは、フィル・コリンズの助力により、I Know There's Something Going を82年から83年にかけてヒットさせた。ビオルンとベニーは、ワンナイトインバン n を他のミュージシャンに提供し、 ヒットさせた。解散から約10年後の1992年、英国のグループであるイレージャーによって発表された、アバエスク、アボ、エスク、アボフを引っ掛けた合成後、アボ楽曲の全面的なカバー版が火付け役となったリバイバルブーム再評価の動きが起きた。さらに、1992年に発売のベストアルバム、アボゴールドが全英1位を獲得。 世界中で3、レー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 レ,ーレーマイ近くのロングセラーとなり、現在も衰えぬ人気を見せつけた。また、アボの代表曲を網羅したミュージカル、マンマミーヤは、ロンドンでの初演以来世界各地でロングラン公演を続けた。2008年には、マンマミーヤとして映画化もされた、世界各地で公開された。2013年5月6日、 ストックホルムのユールゴーデンに記念ミュージアムが開館した。2018年4月27日、約35年ぶりに新曲2曲を収録したことを公式サイトで発表した。内はオリジナルリリースされたとしつき、日本語曲名の一部は劇団式版、マンマミーア、サウンドトラックに基づく。冬のソナタの挑戦5番、第1話で、 ダンシングクイーンが使用されている場面があるが、日本語版では著作権上の理由により差し替えられている。日本において彼らの曲がテレビドラマの主題歌、挿入歌として何度か使用されたことがある。2001年に TBS 系列で放送されたストロベリーオンザショートケーキの主題歌としてチキチータオープニングテーマと SOS エンディングテーマが使用された。 2003年にテレビ朝日系列で放送された恋は戦いの主題歌としてダンシングクイーンも用された。1978年に彼らはアボザムービーを公開した。これは彼らのオーストラリアツアーをドキュメンタリー調に描いたものであり、ストックホルムで初公演が行われ、ずっと後年ではあるが DVD 化、ブルーレイディスク化もされた。 またこの映画は、今日では著名な映画監督であるラッセ・ハルストレムの出世作、事実上の世界デビュー作でもある。2000年公開、日本での公開は2003年のスウェーデン映画、エヴァとステファンと素敵な家族では、オープニング並びにエンディングにおいて SOS が使用れた。アボが、自らの曲を、第三者によるサンプリングに使用を許諾することは、非常に稀であり。 ローリーヒルの在籍していたヒップホップグループのフージーズの楽曲、ランブル・イン・ザ・ジャングル及びマドンナの楽曲、ハング・アップは数少ない許諾例レイである。イギリスのエレクトロニック・ミュージックユニットであるザ・ KLF が1987年に彼らのアルバム、収録の楽曲、ザ・クイーン・アンド・アイにてダンシング・クイーン無許可でサンプリングした際には著作権。 団体経由で抗議を申し立て、結果としてアルバムは回収措置が取られた。アボ、ジャパンツアー1980、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。